八王子松本チャンネル、よいしょー。はい、ということで今回始まりました。はい、今回はですね、業界のタブー話ということで、あまり今まで、触れてこなかった話をしたいなというふうに思います。まあね、簡単に言うとボートトレーラーにまつわる話なんですが、まああんまりこう、世の中に伝わってないタブー話ということで、まあね、結構僕は正直あんまり知らなかったんですけど、実は結構その購入された後にトラブルになってるケースが、聞くところによると最近聞いた話ではかなり多いらしく、まあこれ以上ちょっと被害者の方を、増やしてはいけないというところで踏み込んで、今回はちょっと話をしていきたいなというふうに思いますんで、聞いていただければなというふうに思います。はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、いや、なかなかシリアスな感じで、いきたいなというふうに思うんですけども、まあね、あの88バスボートではバスボート、中古、まあバスボート、まあ新店もね当然あると思うんですけども、かなりの台数売ってきてるじゃないですか。そうですね、はい、まあ、先ほど言ったようにこのトレーラー問題、うん、もう正直言うとかなりの数、中古艇、新艇、買い取って、販売させてもらってて、お客さんに引き渡しさせてもらってます、うん、でその中で、もう正直言いますとね、はじめちょっと琵琶湖で釣りされてるバスボートのお客さん、マリーナ中艇が多いじゃないですか。あ、確かにそうですね。でそれに対して正直初めは違和感何も感じてなかったんですよ。はい、うん、でなんでかというと、やっぱマリーナずっと中艇してるんで、ボートトレーラーを牽引するっていうことが全くなかったんですよ。はい、うん、だからそこまで僕らも注目してなかったって言ったらおかしいですけど、あの気にもあんましてなかったんですけど、やっぱりこの年追うごとに、はい、すごいありがたいことに、中古艇新艇販売させていただいて、買っていただいたお客さん、の中ですごいちょっと疑問に思うことがいっぱい出てきて、はい、でそれは何かというと、ボートトレーラーのさっき言ったように話なんですけど、うん、あのバスボートってボートとトレーラーセットで、はい、もちろん購入してるのが当たり前。そうですね、うん、ボートだけ買っても意味がない。そうですね。でもちろん新艇とかオーダーするときにトレーラー付きで買ってますよね。もちろん、もちろんボートだけ買う人なんていないですよ、はい、そうですね、はい、うん、でこれ何が言いたいかというと、まあ新艇に関して言うと、アメリカから、輸入、はい、バスボートってしてるんですけど、その時にまあどのボートでもそうなんですけど、やっぱアメリカからこう輸入するときに通関証明書っていうやつがいるんですよね。はい、うん、それ通関証明書があって初めてこう日本に輸入できるんですよね、うん、はい、このボートトレーラー要は牽引するときに、うん、何が必要かというと、例えば新艇の場合だったらその通関証明書っていうやつをセットで必ず、はい、お客さんが、購入されたとき、はい、いただいてほしい、その業者さんから、業者さんから、うん、はい、買われた業者さんから、はい、これなんでかというと、その通関証明ってやつがなかったらトレーラー車検で実は取れないんですよ。あ、それは通関証明なければ絶対に無理。取れない、取れない、取れない、うん、うん、ほんでまあ、あの絶対渡さなあかん義務があるかって言ったら義務はないと思うけど、はい、渡してあげてほしい、うん、特に業者さんは、はい、でお客さんからあの例えば通関証明書欲しいんですけどって言われたらもうすぐに渡してあげてほしい、はい、で過去にそれをなくすとどうなるかというと、うん、もう二度とトレーラー車検取れなくなる。え、それ無理なんですか。無理。そのなんかこう例えば紛失届みたいなのを出してなんとか復活させよう、新規登録します。無理無理。そこ無理なんや。そう、はあ、だからそれを知らずに新艇のボート買って通関証明書を業者さんが持ちっぱなしの場合が非常に多い、はい、でそれが悪いって言ってるわけじゃない、はい、うん、預かるのは別にいいけど
やっぱボートトレーラーセットで買ってんねんから、はい、お客さんがこうトレーラー車検取って引っ張りたい、なんかかっこいいじゃないですか。そうですね、バスボートを引っ張ってる姿。確かに、うん、そのお客さんの夢を叶えてあげたいために、やっぱその通関証明っていうまず必ずお客さんに渡してあげてほしいし、はい、買われるお客さんももっと意識してもらって、通関証明これ必ずもらってください。そういうことですね、うん、あの最初例えばマリーナ駐停、まあ、琵琶湖だったら、うん、マリーナ駐停 して、うん、いいわと思ったけども、うん、結局、うん、例えばちょっと他のフィールドも行ってみたいな、そうそうそうっていう時に、そうよっしゃ、じゃあトレーラー取ったら引っ張れるなって、まあ、思い込みますよね、当然。で、じゃあ、トレーラーとあのナンバー取ったらいいんちゃうと思ったら、通関証明がないと取れない取れない取れない。それね、例えば、うん、これちょっと極論かもわかんないですけど、うん、そこの買ったところの業者が通関証明持ってあって、うん、その業者が例えば、うん、倒産しちゃった、うん、どうするんですか。もう終わり終わり終わり。僕が購入したボートはもう一生トレーラー車検は取れない。取れない。そんなおかしな話ないよ。それはちょっと虚しすぎますよね。そうそうそう。だから琵琶湖には過去に、まあちょっと名前は言えないですけど、あの倒産したボート屋さんであります。はい。ですか。はい。だからそこが書類持ちっぱなしで、もう取れないボートたくさんあります。山ほど。マジっすか。マジ。山ほどある。どんな手段を施してももう取れない。無理。だってトレーラーって車っすよ。そういうことですね。そう。ちょっと勘違いしてほしくないのは、トレーラーは日本の法律ではあれは車なんですよ。なるほど。うん。はい。車の上に物を乗っけて運ぶのがトレーラー。そういうことですね。そうそうそう。だからトレーラーは車扱い。簡単に言えば。なるほど。うん。だから必ず新手を買われたら通関証明セットでもらってください。はい。はい、もうそれがまず一つ。ほんであと過去にその多分ね、これ別に変な意味じゃないですけど、はい、中古で多分日本で一番買い取ってるん違うかな、うちの会社が。はい、うん、日本全国。日本全国。うん、で日本全国買い取ってて、で日本全国に搬入してます。はい、上は本当に一番上八郎潟、はい、かな。ほんであと九州の方まで、はい、ありがたいことに、当社選んでもらってボート日々、うん、1ヶ月にほんまに数回、はい、届けさせてもらってます。行ってありますね。もうすごい距離走ってます。はい、ほんでやっぱりこう地方のお客さん、引っ張るお客さんが多い、琵琶湖と違って、うん、なぜかというとこの雪降ったら、もうその湖では止めれない、はい、凍ったら止めれない、はい、だから自宅保管であったり違うとこ保管しなダメなんで、うん、ほとんどトレーラーって言います。はい、うん、ほんであと中古の場合、中古もすごい多分うち買い取ってるんですけど、中古の場合は次トレーラー引っ張るに関して何が必要かというと、はい、一時抹消書類。一時抹消書類。そう、はい、これ 何かというと、例えばね、まあ一回トレーラーを車検取ってナンバープレートつくじゃないですか、はい、まあ、ナンバープレートついたらナンバープレートつけっぱなしで、例えば琵琶湖とか他のフィールド置いておくと、うん、はい、仮に引っ張らない時期あるじゃないですか。ありますね。もう引っ張らないとなった時にナンバープレートずっとつけっぱなしだったら、本当に先ほど言ったように車と一緒なんで、はい、自動車税ってかかってくるんですよ。そういうことですね、はい、でまあ引っ張りもしないのに自動車税払うもったいないね、うん、はい、うん、だからこれ一時抹消って言って一回抹消しますよって、はい、陸運局へ出すんですよ、はい、陸自にね。でその時に一時抹消の書類ってもらうんですよ、はい、うん、ほんで初めてナンバープレート返却して、はい、でその中古店の場合その一時抹消、した書類をどうやってトレーラーもう一回取るかというと、はい、またその一時抹消の書類をセットでまたトレーラーを整備して、はい、それで陸運局に持って行って、なるほど、ほんでナンバープレート取るっていうのが流れなんですよね、はい、だから特に中古店買う時も、うん、一時抹消修理あるかどうか、はい、確認してください。そういうことですね、はい、ほんでない場合ある、さっき言ったように、はい、紛失し、でも一時抹消のいいところってこれ紛失しても実は再発行できるんですよ。あ、これはまだできる、できる、まだなんとかできる、はい、できる。一時抹消一回登録してたら、はい、警察に紛失届出しに行くとか、いろいろな方法があってまた、復活させる方法はあるんですけど、はい、これ今日何が言いたいかというと、特に中古店、の場合もう本当にこれ注意してもらいたいのが、一時抹消の書類
もらってないお客さんが多すぎる。うーん、これってどういうことって言ったら、はい、例えばボートは諸富慎二、はい、名義は僕の名義ね。そうそうそう、諸富慎二。トレーラーは違う人の名義になってる。なるほど、これっておかしくない？なるほど、前の所有者さんのままに例えばそうそうなってる。うん、これっておかしくない？おかしいですね。あの諸富慎二はお金払ってるんよ、ボートとトレーラーセット、ね、セットのお金を僕はその船に出して払って購入する。そう、うん、なのにトレーラーが他人名義。なるほど、これややこしいですね。いや、はい、ややこしいじゃなしに、うん、普通で考えると人の車の上に物を乗せて走ってるよね。さっき言ったように、はい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 、車やから。あ、確かに確かに、そうですね、うん、その引っ張る車が人のもの。うん、すごくない？そうですね、そこにみんな注意してん。あ、注視してん。うん、ほんでこれって僕らその買取業者販売業者、はい、みんな知ってる実は。え、知ってる？あ、知ってる、知ってる、はい、知ってる。ほんであの当社で買われたお客さんは、うん、僕はもうそのこの違和感感じ始めてから全てのお客さんにこのボートは引っ張れませんよと、はい、なぜなら、その例えば新艇で買われた時、はい、通関証明がないかないし、うん、1回も登録してないボートやと、はい、だからもう二度と取ることできませんと、はい、それでもよろしいですかと、はい、言ってから売ってます。なるほど。ほんで一時抹消してる、アルボートは、はい、これ一時抹消書類が当社にございますと、はい、それだから、あるのでそれをお渡ししてます、うん、書類あるときは、はい、うん、でこれあまりにも説明してないボート屋が僕は多すぎると思う。はい、もう驚くぐらい。あ、だからもうなんか触れたらダメな感じになってる、はい、でお客さんも先ほど言ったように車が人のものでボートが自分のもの、はい、すごくおかしいよね。おかしいですね。この違和感に気づいてほしい。はい、まあ、お客さんはねやっぱりもう念願の、うん、バスボートやとかね、やっぱ、うん、中古でも新艇でも、うん、欲しいものが買えるってなったら正直そこの部分って見えてない方もいらっしゃると思うんですよ、うん、いる。だからその分やっぱり業者は冷静にやっぱり伝えてあげないと、そう、ね、やっぱり正直僕もね、もうボート買う時なんてこのボートは何やな、こういうこともできるんかな、ああいうこともできるんかなって妄想ばっかり膨らんで、やっぱり冷静な判断でちょっと変えちゃう部分があると思うんですよ、うんうん、そういった部分はちょっとやっぱりちゃんと伝えて行くべき。いや、伝えていかないと絶対ダメ。うん、あまりにも琵琶湖ナンバープレートが取れない船が多すぎる。ああ、そうか。うん、ほんでこの一時抹消書類もあと業者さんが預かってるケースもすごいある。なぜかというと、はい、これってまずさっき言ったようになくしたら、はい、ややこしいんで。ややこしいです、うん、中には業者さんが預かって、うちもありますよたまに。うん、もうここずっと止めっぱなしで大切な書類やから、はい、預かっといてもらえませんかって言われます、はい、その時必ずうち預かってます、はい、でも先ほど言ったように預かったところが潰れたら、うん、ややこしい。そういうことですね。そう、だからぜひとも自分で管理するのが一番いいですよね。そうですね、うん、一時抹消書類名義変えて、はい、うん、必ず譲渡書もらって、うん、一時抹消書類もらって、はい、自分で保管したら自分の責任なくしたら、はい、もうそれ仕方がない。そうですよね、うん、これが業者さんが持ってる場合とか、あ、そういうパターンもあるね。業者さんが持ってるパターンもある、うん、実際ある。この前買ってちょっとある、バスプロから相談を受けて、はいはい、トレーラー取りたいと。なるほど、うん、うん、で、まあ僕そのトレーラー見たら刻印って売ってあるのね、はい、国番号何番何番売ってますね、はい、でまずそれを陸軍局行って所有者調べてきと言ったんですよね、はい、でまあ所有者調べてきたら、うん、まあまあまあここから通える範囲の人が持ってはって、はい、何の説明も受けてなかったみたいなね、そういう話。うん、うん、それってそのバスプロも全然そういう認識がなくて、はい、え、これ僕ボートお金払ったけどトレーラー僕のんじゃないんですかってなったよ。なるほど、その通り。申し訳、それすらも気づいてない。気づいてない、うん、申し訳ないけどボートはあなたやけどトレーラーは他人名義よって言って、はあ、これってちょっと本当になんか誰も発信してないと思う。
声発信って、はい、僕はすごいそのいっぱいたくさんのお客さんにバスボート乗ってもらって楽しんでもらいたいし、はい、でやっぱバスボート引っ張る機会あったら引っ張ってもらっていいと思うし、そうですね、はい、もうずっと琵琶湖にね、俺は琵琶湖から出えへんと、うん、琵琶湖一筋で行くってやったら全然にしてもらわなくていい、はい、でも万が一引っ張るとか次売却する時とか考えると、はい、次売却した人が引っ張りたいかも分かんないでしょ。そうですね、うん、そのためにもやっぱりそういうトレーラーの書類関係は必ず注意してほしい。ほんでやっぱ売る方の責任もある、はい、買う方の責任もある、はい、うん、だから必ずそのトレーラーやからほったらかしにしてるじゃなしに、はい、トレーラーも自分のもんやから、はい、その辺はきっちりちょっとお客さんの借りるお客さんもちょっとすごい気にして、はい、ボートと同等ぐらい気にしてほしい。うん、それがもうこれちょっと本当琵琶湖には闇がいっぱいある。はい。ちょっとこれ今日それお話ししたくて、はい、うん、やっぱ僕らその買い取ってるから余計にね不思議に思うボートたくさんあるんで、はい、うん、だからこれをやっぱお客さんにも伝えなあかんし、うん、ぜひともね、いっぱいボート屋さんあるじゃないですか、ありますね、日本全国、はい、これちょっとちゃんと発信してほしいよね、うん、日本のあの全国にあるボート屋さんは特に。そうですよね、うん、これをね無知が知らないお客さんに説明しなかったって言ったらこれやっぱちょっと説明不足でダメなんじゃないかなと思う。そうですよね、うん、ちょっとこんなちょっと深い話になってるけど、はあ、いや僕たちもねそのまあプロアングラーもまあそこまでなんか深くその部分に関しては、うん、まあまあちょっとね理解不足っていうところもあると思うんですけど、うんうん、なんかねちょっとその確かにそう言われてみて初めて違和感を感じました。船は僕のものや。そう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 。トレーラー、これ誰のものって。そう。そういう感じですよね。そうそうそう。うん、それってすごいこと本当に何回もさっきから言ってるように。そうですよ。人のね名義のあの車の上に、はい、勝手に物を乗せるんや。そういうことですよね。いや本当にそれはちょっと。で前の所有者さんにそれこそ連絡してとかいう感じになるんでしょ。そう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 。で、そう勝ったとえそんなことあったらもう釣り茎なくして嫌でしょ。それかもないし嫌でしょ。だから僕らそのさっき言ったように多分日本で一番買い取ってると思うんですよね中古艇を。はい、うん、だからすごいこういう発信もしていかないけないなと思って、はい、ちょっと今日こういう機会をちょっと作らせてもらいました。そういうことですね。うん、だから琵琶湖には本当にそういうボート山ほどあるんで、はい、売る方の責任、買う方の責任ちゃんと果たしてやっていってもっとちょっとクリーンにしていきたい。はい、もうあまりにもそのトレーラー問題これ今まで見たことないんちゃうかな。こういういやなんか YouTube とかでもその話題はなかったですね。ね、はい。であともう一つ最後、はい、ちょっとごめんね、あともう一つ癖悪いのが、はい、並行輸入してるところ。並行輸入業者ね、はいはい、しかもアメリカからボート輸入するでしょ、うん、はい、あの時って日本仕様なのか、はい、例えばアメリカ仕様なのかこう選べるんですよ、はい、作ってもらえるんですよ、はい、それを何も知らないただ単にちょっとお金持って並行で輸入してるボート屋さんってあるんですよ、はい、それってアメリカン仕様のまま入れてる場合があるんですよ。なるほど、まあ、トレーラーの幅だったりとか、うん、そう、もう日本の要は日本の規格外の幅をトレーラー入れてるんですよ、はい、入れてる。それも絶対取れない 100% 無理無理。だってそもそも日本の行動走ったらダメそもそもダメ、うん、そもそもがダメ。なるほど。でもそういうボートってこれも山ほどある。ありますよね。山ほどある。これは僕ももうなんかいろんなところで特に最近なんか耳にするような感じがするっすね。うん、お店はねやっぱ僕らもその全然勇気はないけど、はい、個人で輸入するのは勝手やけど、はい、さっき言ったように売る方の義務もあるからそのアメリカ仕様やからなるほど ね行動走れないですよって売る時にやっぱ言わないとダメ。はい、そうですよね、うん、お客さんもそれを理解した上で買わないとダメ、ね、で業者もちゃんと伝えた上でやっぱりが、うん、ね、うん、まあ商売してほしいじゃないけどそうそう、ね、ちゃんとやってほしいっていうふうには思います、うん、で、まあまあこれが今日ちょっと言いたくて撮らせてもらったんやけど、うん、それ本音やね。そうか。まあね、僕とかもガイドやってるとそういうの被害に遭われたゲストさんとかもやっぱ最近でも言ってたんで。そうやね。なんでちょっとね、本当
釣りする気なくしちゃうと思うし、そう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 、うん、せっかくね楽しいことしようと思ってんねやから、そう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 、やっぱりちょっとその辺皆さんあのちょっと注意して、そうそう、だから88バスボートではずっと初めから、うん、これずっと信念じゃないけど、はい、もう当たり前のことは当たり前にしようと、潰れたら直しに行く、はい、うん、もちろんあの機械もんなんで潰れます、はい、潰れます、うちは潰れたらすぐ対応して、はい、すぐ、修理行きます、はい、で行けなかったとしてもそれ相当の対応はすぐ取らせてもらいます、はい、この前も遠方のお客さん買ってもらったんですよね、うん、はい、でちょっとエレキ調子悪くなったんですよ、はい、もううち新品送りました、あ、もうそのままもう送りました、うん、うん、だからもううちのやってることが正義とは言わないですけど、やっぱ売る方も、はい、さっき言ったようにボート潰れたら直す、うん、これ一番肝心なとこ、もうすぐ直してあげんと次、はい、次の週行きたいでしょ、いや本当そうですよ、本当そうです、そうです、本当そうでしょ、釣り人心を、うん、そうやってね、こう汲み取っていただけたら、うん、僕たちとしてはすごい釣り人としてはありがたい、そうそう、うん、それでもうね、もう何ヶ月もほったらかされて、いや本当に本当にっていううちにね処理依頼で来るんですよ、はい、これ見てもらえませんかとか、うん、でもうち申し訳ないんですけど本当に忙しくて、はい、そこまで手回ってないけど、ゆくゆくはそういう手回るように潰れてるボートもう直せるようになりたいな、あーなるほど、今ちょっとメカニックも増員してるんで、はい、そういうふうなボート屋になりたいな、うん、そういうことですね、もうすぐ直してすぐ乗れるようにしてあげた、はい、うん、これも救ってあげた一つ最後、はい、うん、ありがとうございます、またちょっとこういう闇ね、そうですね、まあちょっとね、まあ今回もそうですけど、うん、またちょっとこう要所要所で、うん、そういうしっかりと伝えていかないといけないことっていうのは、踏み込んで、そうやね、はい、やっていきたい、全部オープンにしたいね、綺麗ですね、オープンにオープンにした、オープンに、うん、みんな気持ちよくね、そうですね、このバスフィッシング楽しんでもらいたいし、はい、いろんなフィールド行って楽しんでもらいたいし、はい、なんか本当に、うん、オープンにしていきたい、うん、じゃあ僕たちはこれからどんどん、うん、さらけ出していきますんで、はい、その辺もまた見ていただきたいなというふうに思います、はい、ということで今回はありがとうございました、ありがとうございました。